義継、三成、清正、正則、若き子飼いの将は山崎の戦いで躍動した。光秀を倒した秀吉は織田家重臣柴田勝家も破り、信長の後継者であることを天下に知らしめる。一方、秀吉の台頭を快く思わない信長の子信雄は徳川家康と組み、秀吉に対して挙兵。秀吉は義継ら有能な子飼いたちを引き連れ、家康信雄連合軍と対峙した。盟友の将、小牧長久手の戦い。高虎、秀長様の下で頑張っているようだな。ああ、秀長様は俺を可愛がり引き立ててくださる。このご恩には必ず報いたい。だが家康は野戦の達人、いくら秀吉様でも苦戦は免れぬだろう。家康の家臣団は結束も固い。どこぞの家臣団と違ってな。二人とも戦の前に敵を褒めるとは余裕だな。ぜひ太鼓を立ててくれ、秀吉様のために。戦に支援を持ち込むつもりはない。功を立ててみせるさ、秀吉様のためにな。秀吉様に恨みがあるような口ぶりだな。長政やお市の方のことをまだ根に持っているのか。失礼する。やつは秀吉様に対する忠誠心が薄い。そのうち離反するやもしれんな。お前の明けすけな物言いも問題だぞ、三成。俺は事実を言ったまでだ。戦に支援を持ち込まぬとやつも言ったろ。やつは虎の威を狩る狐だ。あの傲慢さ、いつか痛い目に遭うだろう。義継、やつも友だというのなら忠告してやった方がいい。忠告ならしている。あの男に他意はないのだ。悪気もない。悪意のない悪意ほど始末に負えぬものはない。やつは危険だな、味方にとっても。家康はこちらの隙を容赦なくついてくる。こんな様でこの戦勝てるだろうか。義継、俺は別動隊に組み込まれた。邪魔者は遠くにいた方がよかろう。高虎のことで拗ねているのか。仕方のないやつだ。お前まあいい。家康はここで葬らねばならぬ。互いの武運を祈ろう。ああ、くれぐれも油断するなよ、三成。時の流れには逆らえぬ。いらっしゃいませ。お買い得品があります。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度あり、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 毎度ありがとうございます。
とうございます。俺を忘れるな、義継。本隊は小牧山城に向けて進軍。別動隊で小畑城を奇襲じゃ。かかれ。流れに乗ったまでの本陣はこの秀長にお任せを。うん、わしは本隊を率いる。別動隊の面々も運を祈っとるぞ。敵将、撃ち取った。いつもです。任せておけ。撃ちをしない。小畑城奇襲の成否が戦の勝敗を分ける。必ず成功させる。流れに乗ったまでの俺も本体で戦うぜ。さてこの戦どうなることやら。小畑城は目前、奇襲をかける。任せておけ、任せておけ。別動隊の動きなどを見通しよ。逆にこちらから仕掛けよ。奇襲だと。ひるむな。ここで崩れれば本体まで危うくなる。どんな窮地でも三成は引くまい。無茶をする前に救援に向かわないわ。開門。敵将、撃ち取った。敵将、撃ち取った。砦を落としゃ敵の目を本体に向けられようが、あんまり時間はかけられんな。開門。秀吉様の策が完全に崩されてしまう。急げ。敵さんをこっちに引きつけるために手早く砦を落としちまいましょう。これは進むこともままならぬ。一度後退して立て直すよりあるまい。別動隊がかなり厳しそうじゃな。本体の兵を割いて救援に向かわせるんじゃ。これで別動隊の状況が好転すればいいのか。しかし家康という男、侮れんな。秀吉の狙いはあの砦から小牧山城への進撃。この小畑城を攻める部隊はおとりか。なんとか敵は退けたか。俺の行く前耐えて。開門。敵の別動隊も粘る。その上救援とは。作戦を変えねばなるまい。
技術を持って攻撃。忍びじゃと？くぅ、待ち伏せか。こちらからの進軍にも備えていたとは。家康、さすがだな。兵を進められん。敵軍を果たせ。この状況を打破するにはあの忍びを追っ払うしかないでしょうな。まずは敵の強襲部隊を総攻撃する。その町小畑城か。信雄殿、羽柴軍が迫っております。急ぎ小牧山城へ移られよ。何をもう猿めの軍など蹴散らしてみせよう。ならば我らは策の支度にかかろう。忠勝、参るぞ。は。仕方ない。本陣を小牧山城に移すぞ。信雄は小牧山城に移るつもりだ。ならばそこに家康。そう判断するのは想定だ。今はとにかく信雄を打ち取るぞ。こちらへ。開門。おお、出迎えご苦労。おお、家康はここがおるのか。信雄が逃げ込んでくるより先に小牧山城を落とせるといいんですがね。ままならぬ。世はもうこの戦は降りるぞ。信雄殿が敵を引きつけてくれたおかげで敵本陣は手薄だ。大将格の信雄をおとりに使うわ。さすが家康殿、してやられた。直ちに御詰めの層を出せ。本陣の防衛に当たらせる。任せておけ。おお、的確な指示だな。義継は本陣奇襲を予測していたのか。この忠勝にお任せあれ。やち者は伊賀の弓から逃れられません。参られ。本田平八がお相手申す。敵軍を果たす。開門。相手は東国武装の武術。御詰めを回して止められる流れではないな。俺は諦めん。すぐに本陣の守りに加わる。
相手しましょう。お嬢さん、別動隊に兵を先すぎとなったか。まあこの程度なら俺が何とかしましょう。家康にもう少し兵力があれば、この戦負けていたのはこっちだったな。あの男十分に警戒せねば、この先も必ず秀吉様の天下の脅威となる。家康は恐ろしい。勝利のためならばあの信雄すらも駒として使う。あの男は家臣にもそういう非情さを見せるという。そして家臣もまた家康のために死すら厭わない。家康は三方ヶ原で武田信玄相手に手痛い敗北を喫した。その時に多くの家臣を失ったと聞く。あの男はそこで覚悟を決めたのだろう。どんな悪名をかぶろうと天下を太平に導くと、家康の生き様には歴戦の重みを感じる。戦をするのはこれを最後にしたいものだ。